はい、こんにちは、めなんこです。今日のニュースですね、近鉄社員600人を 削減へということで、コロナで業績悪化、早期退職募集、近鉄日本鉄道は、26日ですね、2019年度に7200人だった社員数を600人減らす人員削減計画を発表しましたと。新型コロナウイルスの感染拡大 で利用客が落ち込み、業績が急速に悪化したことに対応する早期退職の、募集や、新入社員の採用抑制により、削減すると、早期退職は、45歳以上の管理職と社員約5000人を対象に、3月1日から、24日までに募集すると。退職金を加算し再就職を支援する優遇措置を設けると。募集人数は設定していない。グループ内外への出向も実施すると。親会社の近鉄グループホールディングスも約400名を対象に早期退職を募るということで、いやー本当にねこれもね残念なねニュースですよね。もうこういうね鉄道ね鉄道の業績悪化とかね、その採用の抑制だとかね、もうね、聞き飽きましたね、本当に。ここね、もう2、3日でね、いろんな会社のもね、私も動画上げといてなんですけど、もうね、いっぱいやりすぎてね、よくわからないですね、本当にね、これね。ね、近鉄グループホールディングスですね。今月のね、12日に決算、2021年度3月期の連結 業績予想を下方修正してるんですよね。で、赤字が従来の、480億円から、780億円に拡大すると発表してるんですよね。で、旅行会社で大規模なリストラを実施するためで、1910年の会社設立以来、最大の赤字となるということなんですよね。で、4月から12月期は、売上高が前年同期比 47% 減の、4833億円、純損益は、354億円の赤字ですね。前年同期比は、303億円の黒字ということで、300億円の黒字が300億円の赤字になっちゃったということで、もうね赤字と黒字じゃ全然違いますよね。300、まあ分かんないけど、会社の個人でいうと300万ね貯金あるよっていうのと300万借金してるよって言ってるようなもんなんですかね。まあ緊急事態宣言の再発令を受けて1月から3月も厳しい状況が続く見通しで、通期の売上高予想も前期比 36.9% 減の、7540億円から 42.6% 減の6850億円に引き下げられましたと。特に不審なのは、近畿日本ツーリストを傘下に置く KNTCT ホールディングスで1月に募集した希望退職には全従業員の2割が応じたということですね。で、関連費用として、約、60億円計上するということで、なんだかなって思いますよね。まあ、緊急事態宣言ね、まあ、当たり前ですけど、そりゃ発動されたらね、鉄道会社とかね、まあそうなりますわっていうことになりますよね。まあ、ただ個人的にはね、緊急事態宣言ね、まあ、関西はちょっとわかんないですけども、ね、乗客もね、なんか混んでるしね、何の緊急事態宣言なのとか思っちゃいますよね、飲食店だけやってなくてね。いやー、本当にね、これね、近鉄ね、本当、でも鉄道会社から転職ってね、どうなんすかね、職歴ね、どんなね、業界が、転職しやすいんですかね。鉄道会社とか結構、鉄道会社から鉄道会社っていうのはね、あるかもしれないですけど、採用自体もしてないですしね、何をね生かしていけばいいのかなっていうのはあるんですけどね。他の
鉄道運営会社もね、まあ、新規で募集ないし、早期退職して45歳以上で再転職活動ってね、どうなのって思うんですけどね。まあ近鉄法ね、グループね、グループもまあ400人、まあ600人か、26人鉄道が600人ですよね。人件費の圧縮を図るということなんですけどね。まあ早期退職よりもね、まあ、コロナがね収まった後にまた人員補充しないといけないことになるかもしれないって考えたらね、配置転換をしてちょっと休ませるっていうね、あの JAL とかみたいに一度そういうことができればいいんですけどね。とね、今までね、ね、育ててきた経験も無駄になるっていうのと、必要なね、時期にね取り合いになったりとか、削るのはねいつでもできますしね、退職のこういうのも労力だったりね、お金も動くことですしね、まあ、何よりやっぱりね、こういう近鉄とかそう愛してね仕事してきた人をね無駄にさせてほしくないっていうのは、まあ、個人的にはあるんですよね。あと600人ね、まあ600人っていうのがね、ボリュームがそのね、人それぞれインパクトあるかもしれないですけどね、その600人のね社員のことを考えたらね、やっぱりね生活がねかかってるんですよね。中にはまあ定年までね人生設計を見越して、まあね、子育て中の中の、子育て中の人だったり、まあ、住宅ローンを支払いしている人も結構いると思うんですよね、年代的にも。まあねえ、どうにかサポートするね政府もね、こういった、ね、方たちもね真剣にね、飲食店ばっかりねそのサポートするんじゃなくて、またね昨日もニュースもあったんですよね、西武ホールディングスで同じ鉄道会社、ね、球団持ってるっていう意味でも同じかもしれないですけどね、8000億の赤字ね、同じですね、どこも鉄道会社航空会社、ね、近鉄もねホテルとかね持ってますしね、まあ、鉄道会社やってること大体ね同じような形なんでね。ね、昨日動画を上げた JR 九州ですね、 JR 九州、ね、新規採用をねやめるっていうことで、国鉄発足以来っていうことですけどね。本当地方の観光地ね壊滅的ですもんね。でこのエリアね、エリアっていうかもう鉄道ね、私が知る限りこれ鉄道会社で初めてなのかなと思いますけどね、このリストラね。まあ、特にここ最近、まあ合法っていうかそういうリストラありますけどね、配置転換だったり外注したりそういうのはねありますけど、この明らかなリストラっていう早期退職っていうのは私初めて聞きましたね。ちょっともしね他にある方は、ね、教えていただきたいんですけど、もうね鉄道だけでやっぱ事業がね成り立つね時代は終わりなんですよね。海外でやっぱりね鉄道事業が赤字っていうのは今までやっぱ儲かりてたっていうのもあんのかもしれないですよね。さっき言ったように300億の黒字、まあ鉄道会社はねどこもね、やっぱりチートの業界だと思ってたので、まあ今回ねまさかねこんなガラってね赤字になるとは思わないですけどね。あと社員をねこれ減らすって言ってるんですけど、何の社員っていうか本社の社員なのか本社のその勤務の総合職なのか現業なのかそれとも両方なのか、まあこれからはねやっぱりこういう、ね、あの大手の施設でもねやっぱ、今まで以上にね効率を考えたりね人件費についてね業績ねどんどんその列車の減便とかね駅の無人化とかねシステム化とかになるんですかね。
本当でも聞いたことないですもん。こんな採用の抑制とか、まあちょっとはあったのかもしれないですけど、早期退職、大手の鉄道会社、もう定年までね、やっぱりね、まあ鉄道会社に、大手のね、会社とか鉄道会社とかね、もう常識だと思ってたのに崩れ始めてますよね。定年までね、入社すれば定年までね、地味だけど、まあ一生安泰ってこともね、これからもないですしね、前々からね、言ってますけど、やっぱね、飲食店だけじゃなくてね、こういう方もね、ちゃんとサポートしたりとか、やっぱり見直してほしいっていうのもありますし、やっぱね、45歳以上ってね、またこの世代ですよね、就職氷河期世代、ろくなことないですよね、45歳以上は。まあ、ついてなかったっちゃついてなかったのかもしれないですけど、ね、就職でね、ね、大変な思いして、せっかく正社員になったりだとか、運よくというか、勝ち残ってね、ね、正社員になったと思ったら、もう45歳超えたらこれですよ、もう。もしね、望まない、早期退職ならばね、元に戻れるっていうね、状況が良くなれば戻れるとか、そういう、ね、フレキシブルな制度だったりとかね、そんぐらい柔軟性がね、あれば、ね、いいとは思うんですけどもね、なかなか、ね、退職、厳しいんですかね、再雇用とか。今の日本だとちょっと厳しいのかもしれないですけども、本当にこういうサポートだったりだとか、ね、真剣に考えてもらいたいものですよね。はい、ということで、本日の動画を終わりします。本日の動画、楽しかったという方、高評価、チャンネル登録お願いいたします。では、最後までご視聴ありがとうございました。それでは、次のニュースでお会いしましょう。ありがとうございました。